山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイ。はい、今日はですね、下関初動画ということで下関市にやってきております。イエーイ。今日ご紹介するのはこちらですね。僕が下関に来たら絶対に行ってみたかったお店を今日突撃しちゃおうかと思います。さて、こちらのお店なんですけども、鮮魚岡本さんになっております。新鮮な海鮮類ならお任せあれということで、早速行ってきます。チャンネル登録よろしくね。はい、こちらがメニューとなっております。まあ新鮮な海鮮類もありますが、こちらなんとクジラ料理も楽しめるというお店となっております。今日はね、夜の部なので、そうね、ランチセットはちょっとお届けできないんですけども、マグロ丼とかね、ネギトロ丼、僕この海鮮丼を今日目当てにやってきました。そしてこちらの岡本丼、いつか挑戦というかね、自分へのご褒美で食べたいなと思います。さあ、そして福ですね、福料理もございますよ。なんかそうですね、このメニューを見て思ったんだよね。あー、お酒飲みたいってね。そう、今日運転があるから飲めないんだよね。それがちょっと残念かなって思いました。さて、いろんなメニューありますけども、本当にカキフライとかも食べたいなと思ったけどもね、お腹具合と相談しながら今日はあれとあれぐらいいっちゃおうかなっていうやつをご紹介していきたいと思います。さて、こちらがね、当店の今日のおすすめなんでしょうね。こんな感じでございました。ブリ丼あるんだ。はい、やってきました、海鮮丼になります。さて、見てください、海鮮、これ旬な海鮮を一体何種類詰め込んだのよっていうぐらいですよ。皆さん見てください、この種類の多さ、見てわかりますかね。うわ、すげーって感じ。もうこれどっから食べようかなっていう感じではございます。そしてこちらのね、お味噌汁、中は何が入ってんのかな、楽しみ。じゃあまずは海鮮丼からいきたいんですけども、本当にどこから食べていいのかわかんないんで、まあとりあえずね、食べたいところから食べてしまえっていうやつですね。めっちゃうまい。この黒いやつはもうクジラなんだよね。クジラがあるなんて珍しいと思いながら食べました。わあ、クジラね、やっぱ美味しいんですよね。僕クジラファンなんで、ね、クジラファンってなんだそれ。さて、こんな感じでご飯の方はね、あったかいご飯で酢飯ではございません。でもほかほかのご飯の上にお刺身類が乗ってるって感じですね。それをお醤油とわさびで食べていく。そしてこちら、お味噌汁の中はちゃんとしっかりと身のついたお魚ちゃん、白身魚ちゃんが入ってました。わ、これはこれでね、いい味出してます。さすがですね。何を食べても美味しいんだろうなと思って、もう一品ね、頼みました。こちら、クジラの竜田揚げになりますね。もうね、給食の時はね、クジラの琥珀揚げっていうやつ食べてたけどね、あれの美味しさがどうしても頭から離れないんでね、これ頼んじゃいましたけども、はあ、やっぱりうまいっす。クジラうまいっす。久々に食べるから美味しいのかな。そしてまた揚げ立ちっていうのもいいよね。さあ、どん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 海鮮丼の方も突き進んでおります。わさびと溶きながら自分好みに食べていくっていうやつですね。おー、めちゃめちゃ美味しいございます。いや、ご飯があったかいからかな。酢飯ではないのもまた面白いかもしれない。そしてこちら、カニですね。ワンポイントのようにちょっとお口で一口サイズっていうカニでございました。さあ、どんどん食べ進んでいっております。もうここまで来たらもう何を食べてるか僕もよく分かんなくなってきたんだよね。とりあえず何食べてもどこ食べても美味しいやって感じの海鮮丼ではございます。皆さんもね、こういったね、海鮮丼もし下関に来たら一度食べてみてください。お昼間から食べれると思いますよ。さてさて、それではそんな感じで満足満腹になりました。というところで、今日もマネさんの感想、豪華で安い人気の海鮮丼でした。そしてクジラ料理も楽しめます。次回はお酒も楽しみに来ます。鮮魚岡本さん、場所は山口県下関竹崎町2丁目 7-4、 営業時間はご覧の通り。電話0832-32-8551まで。最後まで見てくれてありがとう。
これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。